GM チャンネルスタッフゲームマーケットがお送りする GM チャンネルスタッフ動画です。本日の担当は私大山とおいちゃんです。はい、よろしくお願いいたします。本日やるのはこちら、皆さんもよくご存知かと思いますが、今までやったことなかったですね。そうですね。はい、ゴージャス動画でも GM チャンネルでやったことなかったオセロやろうと。はい、非常に有名なテーブルゲームですね。最後です。はい。ちなみにオセロはですね、ちょっと進みながらちょっといろいろ説明していこうと思うんですけど、まずじゃあ私黒から。オセロはですね、ちなみにですね、実は茨城の発祥の遊びなんです。さっきからずっと言ってますけどね、それ違うと思うんですよね、私。違くないですから、調べてください皆さん。調べると間違いなくオセロは茨城の発祥のものが出てきますから。リバーシなんでしょ、その元は。リバーシっていうなんか外国の遊びなんでしょ。だからリバーシって外国の遊びじゃないんですってこれはもともとだから、その茨城でオセロっていうのを作って、それがですね有名になった。結局そのリバーシとかいろいろ発展してったわけで、完全になんかうさんくさいんですよね。うさんくさいって別に茨城をバカにしてるわけではなくてね。違うんですか。おいちゃんの言ってることがどうもなんか本当かとという時です。タン君もこの意見にちゃんと賛同と言いますか。それ同じ茨城県やからでしょそりゃそうでしょ。同県民はそれは助け合うんでしょ。同県民が助け合うっていう、まあそうですけどね。これあれですね、置けるところにこうポイントが出るのが優しいですね。そうですね、優しいですね、非常に分かりやすい。ちなみにですね、僕は適当にやりすぎましたね何ですか。ですね、言い訳をすると、大山大したことないだろうと思ってたら、少しはちゃんとやってる人なんだなっていうなんか先ほどね豪語してらっしゃいましたからね私めちゃめちゃ強いですよっておいちゃん言ってたから。いや、まさか僕おいちゃんいけないマス目知ってますからね。そうですね。証拠はいけないんだ。いや、そうですね。そうですね。ひっくり返された。強いな。強いなって。バカにしき始めたって。この人今自分が優勢だからってバカにし始めた。間違えた。まあいいや。なるほどなるほど。なるほど。なるほど。いや。やっぱ頭を使うゲームっていうのはね、その人の何とかが見えますよね。そうですね。下手くそだとね。やっぱりゴージャスさんはどうしても反射神経っていうものがついてもらったりしますからね。こういうゲームの方が分かりやすかったりしますから。なるほど。僕は何も言ってないですね今。そうですね。ちょっと今の語弊がありました。語弊がありました。でもオセロはやっぱりこう分かりやすいですよね、本当に。ルールが非常に。いや、将棋かなともちょっと迷ったんですけどね。将棋は僕打てないですね。そうなんですね。そうなんですよ。軍人将棋なんていうものは。軍人将棋というのは名前だけは聞いたことあるんですけどね。ミプレイ。ちょっとミプレイですね。なるほど。そして僕非常に今いけない状況だなこれ。兆候ダメですね。なるほどなるほどなるほど。そこに置くのか。そうなんですよ。なんか間違えたと思ってるでしょ。そんなことある？いや、間違えましたね。そうですね。多分大山が間違えましたね。そうですね。私間違えましたね。そしたら僕の場合は、そっか、いいのか。ここだ。ここしか。気がついたら逆転してましたね。これはおかしいですね。あれ？おやおや、もう僕だって押せるところも1箇所2箇所しかないですもん。そうですね。ほら、またここしか犯してもらえないでしょ。なんかすいません、やっぱり茨城ですからね、オセロは茨城にはこんなのがゴロゴロいますから。なるほど。茨城は強いやつだらけと。もう茨城にはゴロゴロしますよ、いろんなものが。名産って何ですか。名産はもうメロンですね、やはり。やはり、メロンとか、あとはレンコンとかですかね、有名なのは。根菜はね、体にいいんですよね。そうですよ。なるほどなるほど。まずいな、角には置かせてもらえないんですね。そうですね、置かせる気ないですねやっぱり定番といえば角を取らせないっていう戦法が。そうですね。ちなみにですね、これ逆転される可能性あるなそうですね、そうですね。じゃあ早めにもう目をつぶしておきましょうか。なるほどなるほど。僕なんかここ置くんですね。もうなるほど。そこ置かれますか。じゃあ僕ここ置きますね。それと僕ほらここ置くんですよ。おーってなるともう僕はここ置くしかないんですね。あれ押せないおそらくそうですね。おいちゃんの勝ちですね絶対勝てると思ってないけど一手で大きく崩れるんですね。途中でなんかどうのこうの言い始めたあたりで体勢が崩れましたね、大山の。まあでもこういうのもなかなかないので、ないです、ね、なかなかちょっと目新しいまあでも絵代わりっていうか、まあ、しますよね、やっぱりうちの動画ではね、はい、なかなか見ないので、まあ、こういうのもなかなかいいんじゃないかなというチョイスでございました、はい、今回は、茨城出身地が私が勝ちましたので、はいまあ、ですねGM チャンネルはほぼ毎日17時から配信を行ってますので、またオセロをするかどうか分かりませんが、また皆さん、チャンネルの方は見ていただければ幸いでございます。それでは本日はこれで終了でございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 GM コイン